こんにちは、速稼塾の久保です。広島市内でも PCR 検査を無料で受けれる場所ができたそうなんですよ。で、今回はね、この PCR 検査についてちょっとね、私も誤解しているところがありましたんで整理してみようかなと思います。というのが、同じ広島で廿日市市ってのがありますけども、ここはね、牛乳で有名な父安っていう会社があるんですよ。ここの元社長がですね、まあ Facebook で発信をしてくださってるんですけども、非常に興味深いんですよね。で、この野村慶太郎社長っていうのはですね、実は PCR 検査のもうプロフェッショナルなんですよ。 PCR 検査ってものをずっと使ってきてね、 PCR 検査が何なのかってことを裏も表もご存知の方なんですよ。でもなぜかですね、今回のこのコロナに関しては PCR 検査を叫ぶ方が多くって、なんでだろうなぁと思ってたらしいんですよ。 PCR 検査とコロナすごい勘違いしてるぞみんなと思いながら見てるらしいんですけども、毎日のように報道される PCR にやっぱね、感化されてですね、多くの国民はもうね、聞く耳を持たないという状況になってます。もう私もね、PCR 検査っていうのは別にいつでも受けれるよっていうふうな放送をずっとしましたけども、それがね、コロナウイルスに関してどのぐらい、検査の必要性があるのかっていうことはずっと報じてこなかったです。ただ多くの方が PCR 検査の必要性とその不安を感じてらっしゃるんで情報発信はしてましたけどもね、それを今回ここで整理してみようかと思います。ちょっとブログを読みながらね、お話していきますね。この野村慶太郎さんの Facebook もありますんで、ぜひね、連絡取っていただきたいんですけども、まあ、この今回の記事を書いた方は野村慶太郎さんではなくてね、岡山にお住まいの方なんですけども、まあ、私のような素人でも素朴な疑問として、なんでね、毎日 PCR だって連呼しまくるのか全く理解できなかったというふうに言われてます。そして武田邦彦先生ね、有名な方が一部ネットでは今の検査方法の疑問を言われていましたということですね。でも地上波ではまあバカの一つ覚えみたいにね、はっきり言って、まあ、PCR 検査ね、バカの一つ覚えですよPCR 検査と陽性、陰性、感染者、これはどのぐらいの関係があるのかなってことを私たちは考えずに、本当ね、バカのようにね、 PCR 検査なんだと思っちゃったんですね。これは国会でも PCR 検査ってことが連呼されてますんで、多分皆さんもうどうしようもないのかなと、引き返せないのかなと思っちゃいますけどね。はい、記事の方を続き読んでみますね。虎ノ門ニュースで常念さんが一番に取り上げたのもこの話題でした。で、これはどういうことかっていうと、 PCR 検査至上主義への警告です。まさにね、今 PCR 検査さえ受ければ患者が分かるんだみたいなね、陽性者が分かるんだみたいになってますけども、そうではないってことなんですよね。これご存知の方も結構いらっしゃるでしょ。で、元父安ヨーグルトの最高責任者 CEO の方の野村慶太郎さんの Facebook の紹介がこの辺から出ています。ヨーグルトメーカー、毎日毎日 PCR 検査を使っている、いわゆる PCR のプロ中のプロ、その野村氏曰く、陽性、感染、発症は異なるということですね。この3つを切り分けていかないといけないんですけども、 PCR 検査での陽性者が今日は600人を超えましたとか言ってるでしょ。全くの茶番です。ただ恐怖を煽ってるだけ。しかもそれを放送している人も危ないと思い込んでるから立ちが悪いです。最初からだからね、勘違いなんですよこれは。で、つまり陽性者をやたら測定してその数字だけで一喜一憂することは全くの無意味だから、今日の陽性者は何人増えました、全くの無意味、論じることも聞く必要もないということですね。久しぶりに超スッキリする専門家のコメントだということでございます。で、PCR 至上主義への警告、ここをクリックって書いてますね。クリックしてますね。はい、あ、動画が流れてますね。じゃあその動画をね、概要欄につけときましょうか。まあそうですね、概要欄につけておきますので、そちらの方からご覧ください。あとはどう感じるかはあなた次第ですからね。あなた次第、私はもうこれはこうだろうと思ってますけどね。どう感じるかはあなた次第です。じゃあリンク先飛んでみてください。絶対飛んでみてください。